はい、皆さんこんにちは、こんばんは、この虫でございます。本日の配信なんですけども、前回の動画に若干付随するんですが、ことの始まりはその1個前に配信したハイクラスと色違いの動画からちょっと始まったんですけど、一人ね、黙々と編集している際にですね、突然あれこれってみたいなことがあったんですよね。違和感に気づいてしまったってことなんですよ。気づいたらちょっとすぐ皆様にね、伝えたい衝動に駆られる性分なんで、即ちょっとお伝えしたいということで、今回はお届けいたします。ですが、いつも言ってます、もう口癖みたいなもんですね。コロムシの勝手なる予想なので、そこはもうご容赦くださいませ。ということで、ご興味のある方はぜひ最後までお付き合いください。そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、ってことで始めていきましょう。前回の動画のどの部分でハッとなったか、それはハイクラスパックでの影響、理由3点目を紹介していた部分なんですけれども、女の子サポートもハイクラスパックに収録されますよ、これから発表されるものを含め今年出るパックの誰かが再録される可能性大ですよってなことをお伝えしているシーンがあるんですけども、そこなんですよね。そこ簡単にご説明をさせていただきます。まず例1、2018年11月2日約4年半前に GX ウルトラシャイニーが発売されました。このパックには白な SR、 ガブリエスが一緒に写ってるやつですね、これですね、これが収録されているんです。ちなみに、トリチャさんのグラフで確認をすると、現在は61,709円ってことで、これも随分上がりましたね。前回の配信でもお伝えしてますが、ルールとして、ハイクラスパックに収録されるカードはシリーズが始まってハイクラス発売までに出てくるカードが対象になってます。ということは、このシロナもウルトラシャイニー前のパックに一度収録されているわけです。それがこちらのシロナです。はい、2017年11月17日発売のウルトラムーンに収録されたカード、要はハイクラスパック発売の約1年前に出ていたカードが再録されたってわけなんですね。こちらもちょっとグラフを簡単に見てみましょうか。はい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 、これ138,000円ということでね、大変なことになってます。はい、これもすごいですね。ということで、簡単に言いますと、先発シロナは138,000円、後発ハイクラスシロナは61,000円ってことになります。はい、それではじゃあ次行きましょう。例2です。2020年11月20日約2年半前にシャイニースター V が発売されました。このパックには、この子マリーちゃんが収録されました。こちらですね。はい、一世を風靡したシャイニーマリーです。現在のグラフもちょっとこれ見ておきましょうか。現在は66,074円と回復してきましたね。これもまだまだ伸びたら嬉しいなと思ってるカードなんですけど、マリーもシャイニースター V より前のパックに一度収録されているわけです。こちらのカードはね、共に有名なんですけども、改めて紹介しますね。で、その、前のカードがこちらでございます。こちらのマリー SR。2019年12月6日発売のシールドに収録されたカードでございます。これもハイクラスパック発売の約1年前ですね。これもグラフ見ておきましょうか。これはですね、20万超えてますね。20,700円ってことで、これまたえらいことになってます。マリーはマジで強いですね。ってことで、今度この子は先発マリーが20万円、後発マリーが6万円ということになりますね。はい、さて、ここからいつも通りコロムシの勝手なる考察をしますね。最初に言います。私コロムシは2023年今年の年末に発売されるハイクラスパックシャイニートレジャーのサポート枠はミモザが収録されると予想しています。はい、問題は、なぜコロムシはそう思うのか、あとそうだとしたら予想される影響はってとこになりますね。そう思う、じゃあまず理由をちょっと述べるんですけども、ポイントは、ね、発売時期と収録パックです。この2点はある程度共通する内容なんですけども、まず1点目、この発売時期、もう皆さん今ね聞いてて感じる通りだと思うんですけど、ハイクラスパック発売約1年前という例が続いているわけです。はい、でもう一つの、収録パックって話なんですよ。これが重要だと思っていて、ハイクラスではない方のパックを注目しております。例えばシロナの場合だと先発はウルトラムーン、マリーの場合は先発はシールドでしたよね。で、何が言いたいかというと、シリーズ名が入ったダブルパック発売っていう部分なんですよ。シロナはシリーズサン&ムーンで、ウルトラサン、ウルトラムーン同時発売、そのムーン側に収録されていました。マリーは
シリーズがソード&シールドで、ソードとシールドの同時発売でした。そのシールド側に収録されていました。どちらもハイクラスの約1年前発売のシリーズ名が入ったダブルパック発売の収録カードなんです。さて、この共通点を現在に置き換えると、そうなんですよね。現在のシリーズはスカーレット・バイオレットですよね。一つ目、シリーズ名が入ったパック、スカーレット EX、バイオレット EX の同時発売だったっていうこと。二つ目、ハイクラスは年末発売がほとんどなので、逆算をすると約1年にあたる2023年1月20日発売日だったこの2点、スカーレットとバイオレットですね。この2つの理由、以上2点の共通点から、バイオレット側の収録のミモザが来るなと思ったわけでございます。ちなみに、ボタンではなくミモザにした理由なんですけども、人気の違いもね、もちろん違うんですけど、シリーズ名の後ろ側のパック名の収録だからだったんですよね。シロナはサン&ムーンのウルトラムーンの収録、ムーン側の収録ですよね。マリーはソード&シールドのシールド側に収録されている。スカーレット・バイオレットだったらバイオレット側に収録されているミモザ。ということで、ここも共通してるなと思ってミモザを選びました。要は、シロナとマリーのポジションがミモザだなと完全に思っちゃってます。これどうでしょうか、これ。ミモザ来そうな気しませんか？はい。それでは、まあこれ得意なやつです。仮に、ミモザがハイクラスパックに収録されるとしましょうよ。そしたらですね、もうミモザを手放す理由なんてありませんよね。先ほども見ていただきました。先発シロナは138,000円。先発マリーは200,000円ですよ。今回、先発に抜擢される可能性大のこのミモザ。騙されたと思って試しに大切に保管してみませんか。まあ騙されるってまあ考察なんですけどね、騙されるもくそもないんですけど、とにかく私フォロム氏はミモザがさらに上がる未来しか予想できませんってことでですね、今回はミモザを大切にしてほしいという思いを即ぶつけたくなってしまい配信させていただきました。はい、ということで、まあ仮にだとか仮説だとかですね、まあ当チャンネルは口頭予想や考察を私コロム氏が勝手な見解でお伝えをさせていただいております。正解ではございません。参考程度でお聞きいただけると大変ありがたいです。そんな配信ではございますが、参考になったまた見てみたいと思っていただけるようでしたら、ぜひチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローいただけたら大変嬉しいです。よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。